それではこの後ですね、演奏と踊りの時間になるんですけども、この僕の後ろにあります旗の中で、演奏と踊りが行われますので、ぜひ皆さん動いていただいて、ここから見てもよく見えないと思いますので、この僕の後ろのですね旗の、間ですとか、真ん中ど真ん中だけはですね、ダンサーの方が踊られますので、ど真ん中だけ外していただいて、周りですとか、端っこの方ですとかですね、見える位置で結構ですので、座っていただいても結構ですし、立っていただいても結構ですので、お手数ですけども、ぜひ移動していただいて、この旗本当に圧巻ですので、ぜひ、見ていただいて、その中で今ちょうどその震災の後から、今前に座っていらっしゃる日本舞踊家の仙台出身の中川さんがですね、子どもたちにその震災の記憶をちゃんと伝えていかなければならないということで、盆踊りを作りまして、今子どもたちに教えて活動なさっています。私はそこにですね、音楽と詩をつけさせていただいたので、今日は東京に在住のダンサーとともにお送りしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。